はい、ナブケンボーリングの森本です。はい、藤井です。はい、今日はですね、はい、何でしょう。ついにナブケンボーリング、はい、案件のお話が来ました。来たまだね、YouTube 始めて3ヶ月ですけど、はい、ついにですねYouTuber じゃん、いよいよ。そうなんですよ、そんな感じになりましてですね、はい。まあ、今回、まあ、撮影しているのは9月の末になるんですけど、案件ですよまあ僕らあの MK チャリティーカップの前ぐらいに YouTube 始めてまだ3ヶ月で案件ですよはい、はい、すいません、話し合ってしまって、はいはい、はい、MK チャリティーカップの前あたりに、まあ、今回この、体のケアグッズということで、はい、お話をいただきまして、まあね、あの流行ってますよね、結構。そうですよね、はい、よく見ます、こういうタイプ、はい、僕ね、興味ありました。うん、僕も、はい、で、あの人も使ってるよ、はいはいはい、あ、この人も使ってるよ、あっちもみたいな、はい、はい、すいません、はい、ということで、まあ、今回我々も試合に持っていきながら、まあ、実際に使ってみた感想も踏まえながらですね、今回は早く見してよ、はい、なんかそのさ、練習してきたようなセリフがごちゃ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 言っちゃってさもうそれよりもさ、もう見ちゃった方が早いから、こういうの、はい、はい、ね、これ皆さん見たことあるでしょ、こういう機械、はい、で僕らがね使ってるのはユーフィットリリーサーミニ、はい、はい、こちらをですね、はい、今回使用させていただきながら、はい、皆さんにですね、まあ、僕らの使用した感想をですね、うん、伝えさせていただきたいと思います、はい、でね、さっき森本プロが言ったように、はい、AMK と東海オープン、うん、この2試合でですね、うん、使用しました、はい、でね、正直、まあ、これの話とは関係あるか分かんないんですけど、うん、やっぱりね、タフなコンディションで、うん、まあ、僕らレッスン動画とかやってますけど、はいはい、まあ、力抜きなさいよとか、うん、こういう風に投げなさいよとか言いながらも、力入ってしまうね、投球だったり、うん、まあ、その時はアドレナリンが出てたりするから正直、疲れとか分かんないんですけど、はい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 、終わった後そうですね。でやっぱ今回なんかは試合の期間が、試合終わる次の試合までの期間が短かったりするんで、うんうんうん、やっぱこう普段やっぱこうマッサージとかそういう整体とか僕ら行くんですけど、はいはい、やっぱそう行けない、うん、で、そうですね、新規のところに行くのは正直怖いなということもあって、まあ、今回ね、この話ちょうどよくいいタイミングでいただいて、うん、はい、まあ、本当にね、使用してみました、うん、はい、今回ですね、この紹介させていただく UFIT リリーサーミニ、はい、なんとですね、これ 500g しかないですよ、軽い、はい、そしてですね、いいね、これちょっとやってみっちゃったら、いきなりやっちゃうんですか。やっちゃいます。いや、まあ、僕はあの MK の時とかやらされたんですけど、すごく、まあ、そうなんですよ、はい、まあ、基本的にね、僕がやることはないんですけど、ちょっと声震えちゃってっからもし弱くして、これ一番弱い、これ一番弱い、強さがね、まずね、4段階で4段階あります。今ね、はい、声震えちゃうんですけど、うん、まあ、今ので1段階目みたいな感じで、これ1段階目です。もうマックスにすると1分間に3000回も振動するみたいです、はい、すごい。で、僕はこう、これね、4つあるんですよ、はい、こういう電球みたいなやつと、はいはい、なんかこう警察がこう犯人捕まえる時のちっちゃいバージョンみたいなやつと、なんて言うんだっけ、そういうの、で、あと小型マイク、まあ、みたいなやつがあってで、僕はどちらかといったらこのお気に入りでいくと、はい、今のこのなんだろうな、こう平べったいやつか、こっちのこうマイクのちょっと細いやつが結構お気に入りで、はい、僕なんかはやっぱこう肩甲骨周りと腕を重点的に疲労感があるので、それにちょっと使用させていただきました、はいはい。僕はね、逆にちょっと太ももとか、あの結構こう足が僕ね、すごい使うので、足の方だとこっちの電球、これが良かったです。まあ、あのね、僕はやってもらってるだけなんで、あの僕の森本プロのね、今足とか僕やりたくないからあの自分でやってたんで、はい、何使ってたか正直知らないんですけど、はい、まあ、そんな感じですね、はいはい。まあ、こちらですね、本体は、充電式になってまして、でこういうのって、うん、やっぱりこうどこでも使えるっていうのが、う、ね、多分ね、最大のメリットなんで、はい、タイプ C で充電できるっていうことは、うん、車でできます。あ、本当ですね、はい、今そうですよね、車でもそうですし、まあ、やっぱ出先、僕らやっぱホテルでね、はいはい、あの泊まったりもするんで、まあ、そういうところにも簡単に持ち運びして使うことができるということで、はい、しかも車で使えるってことは信号待ちもいけます信号待ってないな、はい、ブルーッつってめちゃくちゃ効率いいじゃないですか、はい、なので、はい、まあ、それぐらい持ち運びも簡単で、はい、まあ、どこでも使えますよと、うん、で待ち時間でも、う
どんな時でも、まあ、寝てる時以外は、まあ、そうですね、まあ、使えるんじゃないかなと、はいはい、っていうような、まあ、どこでも本当使えるっていうのが、うん、まあ、最大の特徴かな、はい、いいかなと、うん、で、こちらですね、本体価格、うん、16,800円なんですね、はい、なんですけど、まあ、今回我々の、概要欄の方からですね、はい、クーポンコードをいただきまして、まあ、案件ですからね、はいはい、ということで、まあ、そちらの方から飛んでいただくと皆様 5% 引きで購入ができるということで、はいはいはい、こちらですね、まあ、やっぱちょっと高価なやつなので、中にハガキが入ってまして、はあ、180日間返品保証がありますので、はい、まあ、ちょっと使ってみて、まあ、合わないよっていう方なんかは、まあ、返品ができるっていう、まあ、安心ですね、まあ、ビビらず買っちゃいましょうっていう感じなんですけどそういうことで簡単に言ったらね、はい、で、まあ、あの卓球の水谷選手が、はい、まあ、アンバサダーしている、ね、まあ、会社でもあるので、うん、僕らも最初どういうところなのかなっていうふうに、はいはい、調べさせて、ね、はい、見た時に卓球の、ね、水谷選手、まあ、これね誰でも知ってると思うんですけども、うんうんうん、まあ、そういう選手がやってるところを、はい、僕ら2人に案件来たっていう、うん、まあ、ちょっとテンション上がっちゃったっていう、ちょっとこう話から脱線したんですけど、はいはい、そういうところです、まあ、他にもね、はい、この会社の方は、サプリだとかね、うん、そういうのも販売してるみたいなので、はあ、まあ、気になった方はですね、はい、サイトの方も貼っておきますので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。まあ、本当ですね、はい、他のフィットネス器具だとか、はい、まあ、サプリとかそういう栄養食品っていうんですかね、うん、僕らも興味あるんで、またやらせてほしいなって勝手に思ってますもう、はい、次を、はい、まあ、本当にね、まあ、ボーリング以外の、まあ、ボーリングしてなくてもいいんですよ。もうこういうのってやっぱりこうなんだろうな、自分でやっぱこう今ねコロナっていうこともあって、やっぱマッサージ行きたくてもやっぱコロナのね、やっぱこういろんな人が、うん、行き交う中でやっぱそういうの気にする方もいると思うんで、うん、でもかといってこうね、全身やるのって結構大変だったりするんで、はいはいはい、こう手軽なところで、うん、まあ、こういうのいいんじゃないかなと聞いてる話、うん、僕やっぱちょっと肘がね前ちょっと痛くなったんで、うん、このねずっとこう気持ちいいんだよ、はい、うん、まあ本当にこうね今こういうのがどんどん流行って、うん、自ら痛いところを、いや本当に投げてるシフト感とかでもやってる人いますし、うん、よく本当に見るようになりました、こういう、はいはい、タイプのもの、まあ、なんなら僕ら常に持ってるから、うん、僕らのチャレンジだとか、まあね、僕らに会った時にちょっと使用させてくれよっていうのもありですはいはい、そうですね、はい、それもありだね、まあ、やっぱね実際使ってみないとっていうのもありますからね、うん、まあ、僕ら携帯してますからね、はいはい、なのでぜひぜひ使ってほしいなと思います。はい、ということでですね、今回ご紹介をさせていただきました、はい、UFIT リリーサーミニ、はいはい、ぜひ皆様気になったという方はね、サイト貼ってありますんでぜひ飛んでみてください、はいはい、まあ、実際ね案件って言ってね、まあ、正直嬉しい反面、うん、まあ、僕らもボーリングっていうものが仕事ですから、うん、それに役立つものじゃない案件はまあ、基本ね、あれだと思うので、まあ、受けないですね、まあ、今回なんかは、うん、スポーツ選手である僕らに、うん、向いているっていうことは、ボーリングやられる皆さんにも共通してるっていうことは間違いなく言えるので、はいはい、まあ、なので、案件を引き受けさせていただいて、うん、皆さんに、この商品ご紹介させていただきました、はいはい、まあ、そんな感じで、はいはい、UFIT リリーサーミニの紹介を終わらせていただきたいと思います、はい、そしたらケンちゃん、いつものプラス UFIT リリーサーミニバージョンお願いします。はい、ノブゲンボーリングなっちゃダメじゃん、いいのかなこれ。いや大丈夫ですよ、それでダメならもう案件来ないだけでそれじゃあね、ケンちゃん、いつも通りじゃ意味ないから、うん、いつものプラス、はい、UFIT リリーサーミニバージョン、はい、お願いします。はい、ノブゲンボーリングチャンネル登録よろしくね、お願いします